はい、こんにちは、太郎飯太郎です。今日の動画なんですけども、いつもね、太郎飯では主食がメインで今まで動画撮ってきたんですけど、まあたまにはね、たまにはっていうか今後ちょっとシリーズ的にね、小鉢的なもの、小鉢、まあなんていうかな、ちょっとした一品っていうのもやっていきたいと思いまして、今日はまあすごく簡単なものではあるんですけど、そういう一品を作っていこうと思います。少しでも美味しそうと思ったら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では早速調理していきます。はい、今日はですね、オクラを使ったサラダを作っていこうと思うんですけど、まずね、こちらを茹でていきます。はい、茹で上がっていきましたので、こちらを、まあ、1センチぐらいの大きさに切っていきます。はい、次にかいわれ大根ですね。かいわれ大根、ちょっとこのままだと長いので半分ぐらいのサイズに切ります。はい、でカニカマですね。この間グラタン作った時に余ったやつ、これをほぐして合わせていきましょう。はい、具材はこれで以上ですね。あと味付けです。まずはごま油で、液体塩麹、これはねお塩でも全然 OK、 ただ最近ちょっとね塩麹ハマってるんで、僕は今回これを使います。で軽めのマヨネーズですね。で炒りごまですね。はい、よく混ぜていきます。はい、完成しました。カニカマとオクラのサラダ、こんな感じです。美味しそうでしょ。これね、よく作るんですよ僕。やっぱね、カニカマが万能すぎる。でも作る時間としたらね、本当に5分とか10分とかで作れちゃうんで、まあ、小鉢としてはねいいし、まあ作り置きの料理としてもね結構いいと思いますよ。はい、まあちょっとした一品としてね、作ってみたらどうですかね。じゃあ早速ね、実食をしていきます。うん、安定の味。まあマヨネーズ好きな人はね、いっぱい入れてもいいと思うんですけど、まあ、マヨネーズ太るからね。オクラの粘りが好きな人はカニカマと買われる前に先に粘りを入れてもいいと思うんですけど、僕はちょっとあっさり食べたかったので、あんまり混ぜてません。買われがまたね合うんですよね。はい、というわけで、今日はカニカマとオクラのサラダ作ってみたんですけど、まあ、ちょっとでもね美味しそうと思ったら、くどいようですがチャンネル登録の方よろしくお願いします。
はい、というわけで今日の動画は以上となります。また次の動画で。